ノベーションセンターというのがありまして、実はですね、先日皆さんにご紹介した空色の日の解析はですね、オクラホマのメンバーと一緒に実はやっています。私もしょっちゅうハングアウトでオクラホマのメンバーとは連絡取ってまして、この間の空色の日の、解析もですね、オクラホマのメンバーと一緒に実はやって出したものをこの番組でご紹介しておりました。弊社のスタッフはね、いろんなプロジェクトなどで、オクラホマに行くメンバーが、たくさんいるんですけれども、先日その地域でね、大きな被害がありましたので、まずはなぜオクラホマで竜巻が発生しやすいのか、そうですね、テレビでたくさんご覧いただいた方がいらっしゃるかもしれません、取材でちょうどオクラホマのメンバーが、電話などでね、各放送局さんで報告をしておりました。さあまずですね、オクラホマでなぜオクラホマという土地が発生しやすいのか、こちらご覧いただきましょう。はい、オクラホマって皆さんどこかご存知ですか？アメリカの真ん中 A と書いてあるところなんですけれども、こちらがオクラホマという場所です。はい、ロッキー山脈が西側にあるようなそんな土地柄ですけれども、なぜこのオクラホマが、世界の中でもトップクラスですね、最も竜巻が発生しやすい場所というふうに言われているんですけれども、なぜかと言いますと、北からの真冬の空気、そして南からの熱帯の空気が、直接ぶつかるような場所、さらにですね、ロッキー山脈を越えた、乾燥した空気も入ってくるということで、土地柄的にも大きな谷のようなゾーンになってまして、そこに、全く質の違う空気がこう混ざってくるような場所、ぶつかってくる場所ということで、極端に発達する、積乱雲、こういったものから、竜巻が発生しやすい場所ということになります。でオクラホマ、アメリカ大陸で見ると非常に小さいんですけれども、皆さんどれぐらいのサイズかご存知ですか？どれぐらいのサイズかと言いますと、こちらです。オクラホマ州のサイズなんですけれども、ざっくり言いますと、群馬県を除く関東5県、これぐらいのサイズです。これぐらいのサイズに年8個もの竜巻がやってくるということです。結構びっくりする土地のサイズに年8個、しかも年といっても竜巻が発生しやすい時期ってね、やはりこのぐらいの時期って、特にね、5月なんかは冬の空気と夏の空気こう入ってきますので、5月とか夏場、そのぐらいの時期にかけてということになるんですけれども、こんな土地に年8個も竜巻がやってくるっていう、それぐらい発生しやすいですね。ちなみに竜巻あったことあるって方いらっしゃいますか？竜巻見たことあるという方いらっしゃいますでしょうか？あ、はいって方いらっしゃいますね。新潟なんかは日本海に漏斗雲が発生しやすいことが多いですけどね。はい、やっぱり圧倒的にないっていう方の方が多いと思いますが、ここ近年でいうと茨城ですね、茨城の、竜巻が非常に甚大な被害をもたらしてますし、あとは道東ですとか、こういったところでも竜巻ありました。以前より竜巻ですとか漏斗雲といったこういった現象もね、昔に比べるとだいぶ発生しやすくなっている、というか目撃情報が単純に多くなってますね。ちなみに日本での竜巻の発生場所なんですけれども、こんな感じです。気象庁さんのホームページから、この図をお借りしていますけれども、日本での竜巻の発生場所、過去のデータではありますが、注目していただきたいのは赤です。赤の丸印なんですけれども、赤の丸印は竜巻もしくは漏斗雲が発見された場所なんですが、こういうふうにご覧いただくとあまり集中しているというところはなくてですね、沖縄とかね、こういったところはやはり集中しているように見受けられますけれども、全国的にこのように見ても発生する、そうですね、沿岸部に多いねといただいてますが、やはり海上で発達したまま入ってくるとかですね、海上で見られたとか、そういったものが多いので、沿岸が
やはり多いんですけれども、まあ、こう見ても特別どこかが発生しやすいっていうそういった状況ではないんですよね。さらに日本での竜巻発生回数なんですけれども、こちらです、はい、日本での竜巻発生回数、これも気象庁さんのホームページから出させてもらっていますが、月別の発生確認数、そして時刻別の発生確認数ですけれども、これあくまで、気象庁さんのところで確認したもののみですので、実際に目撃されたものを見るともう少し場所によっては増えてるかもしれませんが、今回今5月ですね、まあ、5月もそれなりにあるんですけれども、特に季節的に発生しやすいのは日本でいうと、7月から10月、まあ、前線ですとかこういったものがね、近づいてくるパターンの時、台風もそうですけどもね、7月から10月、まあ、夏場から秋、この辺りが、まあ、特に多いということになりますので、はい、これから特に注目ですが、まあ、日本でなんでこの時期に発生しやすいかというと、下の図をご覧いただいても時刻的に午後ですね、午後ほど発生しやすいんですが、まあ、これは単純に地上の気温が上がる、そして上空の寒気、はい、すいません拡大してもらってますけれども、午後ほど多いんですね、これは単純に地上の気温が上がるということで、まあ、上空に寒気が入ってきますと地上の気温が上がれば上がるほど雲が発達するということになりますので、そうですね、上昇気流が発生しやすい、はい、特に午後、まあ、気温が上がるタイミングってことなんですけれども、まあ、この時間が特に発生しやすいということになります。はい、ですので、日本にお住まいの皆さんはこれから特にご注意いただきたいということになります。さあ、それではですね、そんな竜巻なんですけれども、前兆現象が全くないっていうことはまずないですね。竜巻に関しても、前兆の現象は必ずあります。それを今日は皆さんにさらにレベルアップしていただきたいなと思いますが、ウェザーニュース、まあ、ソライブでもですね、本当に皆さんからのリポートが増えたことによって、このろうと雲や竜巻っていうのは非常に捉える率が高くなってますね。まずはですね、まあ、今回はオクラホマからもリポートがあったんですけれども、ちぶさ雲というですね、まあ雲、まあ、こういった雲が見られると、竜巻や激しい雨、氷の前兆というふうに言われています。今日はこれをしっかり皆さんと見ていきたいなと思うんですけれども、まずはですね、オクラホマで捉えられたリポートいきましょう。まあ、このオクラホマのこのちぶさ雲は日本ではこんなに綺麗にはあまり見られないですね。見ていきます。こんなリポートです。TRHN13 にいただきました。ちぶさ雲発見、降るのは時間の問題ですね。遠くにゴロゴロ雷の音も聞こえてきました。もうこれ見たらちょっと怖くなりますよね、やっぱり。はい、ちぶさ雲なんですけれども、あのオクラホマでは、まあ、これぐらい発達して見ることができます。日本ではここまではね、私見たことないです。ちなみにあの皆さんのリポートでもここまで綺麗に、コブのようにこの一個一個のコブがしっかりしててですね、垂れ下がっているようなこういった状態は皆さんのリポートでもこんなにはっきりやっぱり出ないですね。これやっぱりアメリカならではというか、上空のその冷たい空気と南から湿った空気、さらにロッキー山脈を吹き降りる乾燥した空気、こういった条件が非常に整っている時しかこれぐらいはっきりは見られないんですけども、実際に日本でもですね、あのこういったもの、これよりももうちょっとこの輪郭がぼんやりしてるんですけども、あのそういったものは実際に皆さんからのリポートではたくさん、届いてます。こういったものが、まあ、ちぶさ雲というんですけれども、まあ、どういったものかちょっと解説していきましょう。こちらです。はい、ちぶさ雲と呼ばれる雲なんですが、これどういうものかと言いますと、
雲の側面から底の部分がコブのように垂れ下がっている状態、このコブがはっきりしているほど雲が非常に発達してきているっていうことになるんですけれども、このコブは何かというとですね、氷の粒や雨の粒、こういったものが渦を伴ってこう綺麗にくるっと絵にありますね。渦を伴っているからこそこういうふうにコブのようになるんですね。なのでしっかりとした渦、下降流、このように渦を巻いていれば巻いているほどはっきり見えます。左側が日本で見られるような乳房雲なんですけど、日本だとこのようにちょっとぼんやりした感じになりますね。先ほどの輪郭がはっきり出ているものとはちょっと違って、このようにぼんやりした風に見えます。これどういう状態かというと、渦を伴う下降流があるということと、弱い上昇気流によってまだ支えられている状態です。まだこれ上昇気流があって支えられているような、そんな状態なんですね。なのでまだ落ちられない、そんな状態で、そうですよね、ぼんやりでも怖いんですけども、こんな感じに、支えている状態なんですまだ。ただこの弱い上昇気流がなくなると、支えきれなくなるということなので、一気に激しい雨ですとか雹、突風、そしてオクラホマなどでああいった地域では竜巻の前兆になるということになります。ですので、日本にお住まいの皆さんは、この雲を見かけたらとにかくすぐに室内に入っていただく必要があります。このようにちょっとボコボコした雲、渦を伴う下降流があるからってことには専門的にはなるんですけれども、とにかくこういう雲を見かけたら室内へすぐに避難していただくようにお願いいたします。これ実際に右側にあるのは、皆さんからいただいた雲ですが、左側は、愛知県の雲、愛知県で捉えられた雲です。2010年5月に捉えられました。そして右側は鹿児島です。愛知や鹿児島、こういった場所でもこういったものが見られますので、こういったパッと見ても怖い雲ですよね。こういう雲を見かけたら皆さんは早めに室内に入っていただきますようお願いいたします。さあちょっと日本のリポート見ていきましょうか。今年のリポートです。まずは茨城県桜川市のすももさんのリポートです。これは非常に心配な、発達した雲ですね。見ていきます。ここ数年で見ても、茨城県で非常に発達したちぶさ雲が見られました。ちぶさ雲を発見しました。今は崩れて大きな歪んだ塊になりつつあります。災害にならないことを祈ります。これ非常に日本の中でもはっきりしたちぶさ雲ですね。はい、わかりますか。ボコボコしてます。でですね、今ちぶさ雲から何分後に竜巻になるのっていただいてるんですけども、これ必ず竜巻になるとは限らないんです。それが非常に難しいところで、特に日本ではちぶさ雲が直接竜巻になる事例ってのはそんなに多くないですね。オクラホマに関しては非常に多いですけど、日本に関してはこれが竜巻になる率っていうのは必ずしも高くはありません。ただ非常にこれ発達してますね。日本でも珍しい現象です。さあそして続いていきましょう。続いては福島県二本松市ピックスさんのリポートですが、これも非常に見られやすいパターンですね。これは、雲の中でも手前側のちょうど広がってきたところに広がっているちぶさ雲です。茨城高萩で見た変な雲、夕方北茨城で雷雨、そして雹と猛烈な豪雨でしたが、こんな雲も出ていました。ちぶさ雲とか言いますが、少しなんですが不気味でしたよ、というこんな刻です。はい、これはですね、先ほどよりちょっと分かりにくいんですけども、ちょっと広がってきている手前のところにちぶさ雲ができている、そんな状況ですね。わかりますか。はい、これは先ほどのものほどはっきりは出てないです。とにかくこういった雲を見かけたら皆さんにはご注意いただきたいなと思いますので、ぜひこれだけ覚えておいてください。ちぶさ雲、ああいった雲を見かけたら室内になるべく早めに避難をお願いしたいなと思います。さあそしてそのちぶさ雲が前兆となることもある竜巻なんですけれども、今日はこの竜巻に関してもやっていきたいと思います。竜巻ということで、今日はですね、
なぜ竜巻が、竜巻っていうのはですね、巨大な雲が回転しているっていうのがまず大きなポイントです。普通の雲を皆さんご覧になると回転あまりしてないですよね。普通の雲は発達していても回転しないでもくもく上に成長してきますね。ただ竜巻というのは巨大な雲が回転しているっていうのがポイントです。ですのでなぜそういうふうに回転しているのか、ちょっとこれをですね、割り箸と洗濯わさびを使ってやっていきたいと思います。さあ、じゃあ割り箸いきましょう。あれ、割り箸どうしたかな皆さん。あ、ここにもう刺してあります。忘れてました。本日は割り箸と洗濯バサミ、そしてこのテープを使って今日は説明していこうと思います。竜巻はですね、注目なのは 風がですね、高さによって風向きが違う、そして上空ほど風が強いっていうのが大きなポイントです。いきましょう。映ってますか？映ってますね。はい、まずですね、洗濯バサミを使って挟んでいきます。はい、こんな感じかな。はい、このようにまずですね、皆さんには洗濯バサミを使ってこういうふうに同じ方向にしていただくのではなく、通常の積乱雲ですと上空同じ高さに、上空高さが変わっても風向きが変わらないこともあるんですけれども、竜巻の場合は風向きが変わるっていうのが大きなポイントです。先日のオクラホマの竜巻も地上付近は南東の風が吹いてましたが、高さが高くなるほど西側を向いてました。そうですね、鉛直視野なんて専門的に言うんですけども、そんな難しいことは置いといて、今日は風向きをこのピンで表現してきます。なのでちょっと違う向きにくるくる皆さん回してください。ちょっと待ってくださいね。割らないと挟みませんでした。こんな感じでですね、挟んでください。そして風向きを変えるので方向を変えていきます。こんな感じです。これ風向きを表現してます。はい、こんな感じでですね、洗濯バサミは風の向きです。はい、そうですね、いろんな意味で不安定ですね。気象でいう不安定っていうのは、質の違う空気があるっていうのは大きなポイントなんですけれどもね。こんな感じです。はい、そうです、矢羽のイメージ、洗濯バサミは矢羽のイメージです。はい、螺旋状にこんな感じで貼ってみてください。はい、そしてこれで上昇気流を表現します。これ、はい、上昇気流をこれで表現しますが、上昇気流はですね、南から、湿った空気をこの赤いもので示します。ここにですね、皆さん入れてみてください。下から上昇気流がこんな感じで上がってきます。結構地味な作業なんですよ。こんな感じで上がってきます。はい、こんな感じです。上がってきますよね。こんな感じでこの風向き通りに皆さん上げてってくださいね。はい、結構ね地味ですね、やってることは。こんな感じでかなり地味です。はい、はい、そして最後のとこまで通します。はい、上昇気流上まで上がりました。はい、これでですね、風向きが変わると分かりますか？横から見ても明らかに
渦を描きながら、渦というかこうスパイラルみたいな感じで、あ、螺旋階段です。螺旋階段と同じ感じでこうぐにゃーって曲がって回転していってると思うんですけれども、上から見ると大丈夫かな、こんな感じです。あ、ん、こうか、こうなります。わかりますでしょうか。竜巻というのは、まあ、スーパーセルというふうに言うんですけれども、このようにですね、上空風向きが違う、あの強さも上に行くほど強いんですけれども、はい、こんな感じでですね、風向きが違うことによって回転します。はい、回転しますね。はい、螺旋階段なんですけれども、回転して、これ今上昇気流ですけど、あのもう下降気流入れるとわけわかんなくなるんでちょっとやらないですけど、これと、まあ、こういうふうに渦を描きながら回っていきます。そしてこの下降気流もそれにまとわりつくような感じになるんですね。そうなるとこの大きな雲の塊がぐわんと回転するということで、雲がどんどん発達してぐるっと回転していきます。なので皆さんが空読みする際も、あの回転してるかどうか、これは、まあ、竜巻が発生する、スーパーセルと言われる非常に発達した巨大な雲を判定するのには分かりやすいと思いますので、この回転してるかどうか、雲がですね、普通の雲ってそんなこういう風に回転してないですよね、単純に。はい、まあ、こう進んでいることはありますけど、目で見てはっきりこういう風に風がなるっていうのはないと思います。はい、非常に、ま、あの普通の雲も微妙に回転してたりするとは思うんですけど、はっきり分かんないですね。でもあの竜巻、まあ、この間のオクラホマのなんかはもう目で見てはっきりもう分かりますので、今回転してるかどうかはぜひ注目したいと思います。はい、そして、この回転なんですけども、その回転力はどこからということで、皆さんストレッチの準備はよろしいでしょうか。私靴を履いた方がいいのか謎ですけどね。はい、はい、ここを今上昇気流が伝ってウィーンって回転しています。回転していますけれども、はい、皆さんにも一緒に回転していただきます。まずは手を開いていただきまして、くるん。この曲。まずは広げたまま皆さん回転してください。手を開いて、どうですか。私スケート選手じゃないんで残念ながらいい感じで回れないんですけども、まず手を開いたまま回るとそんなに速く回れないですね。くるって回ろうと思ってもそんなに速く回れないです。はい、今度は手を曲げます。皆さんスケートご覧いただいたことあると思いますが、この竜巻が早くくるくるっと回るのはフィギュアスケートのスピンと同じ原理です。はい、まおちゃんここにいてほしいですね。まおちゃんがここにいてくれれば非常にわかりやすいんですけれども、はい、スケートこうやって回ってないですよ。こうやって回ってるときそんな速くないですよね。これをマイクが落ちそうだった。マイクが落ちそうだった。マイクが落ちそうです。皆さんやってみてください。あ、スカートじゃないんで安心してください。はい、マイクよりも何ですか。はい、半径が大きいときは回転力の時期。皆さんやっていただいてるでしょうか。はい、私一人でやってるのが大変恥ずかしいです。そろそろ12時になります。皆さん一斉にやりますよ。手を広げてるときは。はい。さあ、そして腕を縮めると
社員です大丈夫でしょうか。わ、分かりましたはい、ということで皆さん回っていただいてますか。はい、つまりですね、今縮めたんですけれども、竜巻はこう広げてる時よりも縮めてた方が早いですね。早く回りますね。まあ、核運動量の保存の法則とかって言うんですけども、このように竜巻は何を言うか分からなくなってきましたけれどちなみに親の雲、先ほど説明したスーパーセルという大きな雲がですねあってもですね、これは全体回転していてもだいぶ竜巻の場所って小さいんですよね、雲に対しては。ですのでかなり親の雲が大きな、まあ、こんな感じで例えばあったとして、実際竜巻こんなちっちゃいですよね。はい、だから太い渦から細くなると早い。そうなんです、細くなると非常に早く回転する、まあそういった建物を壊すぐらいのね、回転になるということになりますので、皆さん体感していただけましたでしょうかテレビの前で皆さんがやってくれてるのかがちょっと謎なんですけれども、私だけ全国一人やってるみたいな感じになってないか非常に心配なんですけれども、ぜひ皆さん息を切らしながらこの後回っていただきたいなと思います。はい、イメージやってますってずるいですよ私実際やってます。はい、ということで、じゃあ皆さんインターバル中にそんなことをやっていただきまして楽しんでいただきたいなと思いますこの後はですね、深夜の予報チェックお送りしたいと思います。
皆さんこんばんは、時刻は0時を回りまして5分になりました。引き続きこの時間ウェザーリポートナイトは私近田沢子がお送りいたします。さあそれでは皆さん水分補給大丈夫ですか？あ、私だけですか？さっきですねスタッフが冷たい水持ってきてくれました2本飲んでるっていう、私そんな状態です大丈夫ですか？皆さんは大丈夫ですよね？はい。さあそれではですね、この時間はまずはこちらのコーナーからいきたいと思います。いきましょう、深夜の予報チェック。さあそれではですね、この時間予報センターの担当が変わりました。さあ先ほど話題になっていましたソルトパン噂の柳さんに変わりましたので、まずそこから聞いてきますかそれでは行きましょう、予報センターの柳さん。こんばんは。こんばんはすいません、出社早々パンの話で柳さんのサラダパンっていうリポートが先ほどありまして、サラダパン今日の気になるリポートでご紹介したんですけども、はい、サラダパン、こんなやつです。お、知ってますか？知らないですよね。知らないですね。あ、やっぱり柳さんをしても知らないサラダパン。何が入ってるかというと、うん、たくあんと刻んだたくあんとマヨネーズが入ってるらしいです。あ、なんかでも美味しそうですねなんでそれサラダなんだろうって思いません？私もなんでサラダなんだろうっていう。なんでだろう、福井県では。でもマヨネーズとたくあんってどうですか？いい組み合わせなんですか？まあ、なんかでもいいんじゃないですかね。そうですか。ダメですか？いや、わかんないです。いや、たくあん、たくあん、いや、たくあん、たくあんでいいよねっていう。なんかでもたくあんとパンだとなんかあんまり合わないような気がする。マヨネーズがあるからこそ、うん、パンに入る？パンに入る気が。なるほど。まあでもそしたらマヨネーズでいいですよね。パンに入れたいんですよ。そうですよね、多分入れたい、はい、持ち歩いて食べれますからね、うんうん。まあ、若干たくあん色になってますもんね確かに黄色い、うん、気になりますね。まあ、あんまあれですね、じゃあローカル品っぽいですね。そうですね、これ鶴屋下に鶴屋さんって書いてあります、ね、あんま聞かない名前ですね、きっと福井県のそのローカルなパン屋さんなんですかね、うん。あ、給食で出てた、すごいですね。へえ、あ、滋賀県ですか？あ、なんか皆さん詳しい。あ、滋賀県なんですか？小浜市ですもんね、近いですね滋賀県。あ、確かに近い。へえ、そうなんですか。あ、じゃあ滋賀県とか福井県で、はい、ちょっと幅を利かせているパン屋さんですねはい、わかりました。すいません、これ深夜の予報チェックのコーナーですので戻りたいと思います、はい、はい。日本一早い天気予報ということでお願いします。はい、そうですね、天気予報ですけれども、はい、まあ、昨日も比較的穏やかないい天気というところ多かったですけれども、今もですね、状況としては結構穏やかな夜を迎えています。はい、はい、こちら現在いただいています10分天気の報告なんですけれども、まあ、星が見えているところ、今日満月なんですよね。そうなんです。そうなんですよ、すっきり晴れててほしいって方多いと思うんですけど、うん、ちょっと曇ってるところありますね。そうですね、雲が出ているところもあり、はい、まあ、見えているところもありという状況なんですけれども、まあ、雲出ているところもありますけれども、雨が降っているところは少ないんですが、降っているところを見ていきますと、関東がですね、こちら関東南部ですね、神奈川県や東京で、ポツポツという雨の報告が、特に横浜とかが多いですね。あれまた増えちゃった感じしますね、うん、ちょっと増えましたね、はい、ちょっと前まではこちら あの藤沢とかですね、この湘南の方で、はい、結構しっかり雨降っていたんですが、まあ、この雨雲ちょっと東に動いて横浜の方に弱まりつつ動いてきたのかなという状況です。まあ、弱い雨、傘いるかどうかぐらいの弱い雨なんですけれどもね、ちょっと朝にかけてこの辺では、まあ、ポツポツと雨が降るという状況は続いてしまいそうです、はい、ちょっと関東すっきりしないですね。はい、そしてもう一方ですね、西の方を見てみますと、はい、こちらですね、雨の報告があんまりこの時間届いてはいないんですけれども、宮崎と高知で1通ずつ届いています。
雨雲レーダー重ねてみますと、ここにですね細かい雨雲が点々点々と高知県付近から高知県の沖合にかけて雨雲があります、はい、この雨雲ですね、普通は雨雲西から東に動くんですけども、この雨雲は逆にこんな感じですね、東の方から西の方に動いてきていますので、この海の方にある雨雲は高知県や宮崎県の方に向かってくるということになります。はい、一つ一つの雨雲小さいですので、降ってもにわか雨なんですけれども、このにわか雨が時々あるということで、今急な雨にちょっと、用心した方がいいかなというのが宮崎と高知、特に高知県の西部ですね、はい、という状況になっています。そしてこのですね、お柳さん、カメラ間違えてます。カメラ間違えました。カメラ間違えてます。ちょっとびっくりしました。柳さん、ちょっと説明してもいいですか。でさっき、あの庭さんの顔を拡大するために木田さんが拡大したままなんですよ。これ木田さんのせいです。木田さんがいけない。確かにここで何かされてました。なんかカメラ触ってるなって思って。木田さんが直して帰ってないんですよ、それ。びっくりしました。木田さんのせいにしておきましょう。そうしましょう。はい、そういう準備だったんですね。そうです、そうです。確かに準備してますよって言ってましたね。本当にやってたんですね。本当にやってました。はい、はい、ということで、何でしたっけ、あの小さい雨雲がですね、そうです、小さい雨雲入ってきてる話してました、はい、高知と宮崎、はい、そして、関東の方に入ってきていますけれども、この原因がですねちょっと重要となっておりまして、はい、あ、ちょっとちょっとあれ、ちょっと待ってくださいね、設定が難しいな、これ。カメラが、あ、大丈夫、これで大丈夫。これ、あの一応ですね、あの4種類切り替えるボタンがあるんですよね。やばい、涙が出る。4種類あって、あのコンピューターの画面を出すのが1つと、あとカメラが2つと、もう1つあんまり使わないのがあるんですけど、その切り替えが あまり慣れないものが設定されていたので、もう大丈夫、もうね、アップは出ません。まあ、そういうことなんですね。そうなんです。もうね、何を言おうと言い訳です、今。何を言っても言い訳っていう状態になる。僕が一番びっくりです。あれ、もう次やったら決め顔してください。もう出ないです、もう確認しました。もう大丈夫です。もう大丈夫。ちょっと面白すぎますね。はい、はい、はい、天気図みたいです、はいはい、天気図見ていきましょう、はい、よかった。こちらが今夜の天気図です。3時間ぐらい前ですね、はいはい、高気圧がですね、北海道東北の東の海上に中心があります。高気圧あるおかげで晴れているところ多かったわけなんですが、高気圧からですね、反時計回りにこういうふうに風が吹いてくるという状況にあります。ここに低気圧もありますけど、低気圧の影響もあってこんな感じで海の上を湿った風が吹いてきているということになります。まあ、この湿った風の影響でこの辺とか関東にも一部ですね、雨雲ができているということになります。ですので、こう東から入ってくる風ですからね、雨雲も東の方から西の方に動くというふうな特徴を持っています。はい、でこれが今夜3時間ぐらい前の天気図なんですが、この後どう変化するかというところを見ていきますと、これが日曜日今日の朝ですね、あんまり変わりません。ちょっと高気圧東に動きます。そして、今夜日曜日の夜になると、基本的にはこう天気図の配置変わりません。高気圧がまたちょっと東に動くということになります。高気圧が東に動くということになるので、まあ、関東にとってみるとですね、今まではこういう感じのちょっと冷ための風だったのが、高気圧東に動くので、こういう感じにですね、ちょっと南から回り込む、風に変わってきますので、はい、昨日はですね、ちょっとあの肌寒いと感じられた方も、そうですね、はい、多かったかなと思いますけれども、今日は風向きが変わってきますので、ぬくもりといいますか、ちょっと暑さがまた戻ってくるかなという状況です。はい、はい、ただ風向きがやっぱり大きいですね、うん、大きいですね、はい、はい、南から入ってきますと暑いですし、ちょっと北東北寄りから入ってくると寒いですということになります。今日はだいぶ風向き南寄りに変わりますので、関東では気温がまた上がってきそうです。
ただ湿った風というのはこういう感じでですね、どん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 流れ込む状況は続きますので、宮崎とか高知とかは、このまま昼間にかけて小さい雨雲が時々やってくるという状況は今日昼間も続いてしまうということになります。なるほど、はい。というのが雨が心配なエリアということになりますね。はい、やはり、まあ、偏ってる高気圧偏ってるっていうのがポイントですね、うん、ここしばらくは。そうですね、はいはい、高気圧東に動いていってしまうということになりますね。はい、東に動いていってしまうということは次にやってくる前線、うん、はい、気になりますけど。気になりますね。前線と低気圧、来週の天気マークがまた晴れが並ばないですね。そうですね、はい、ではまず雲の様子で見ていただきますと、こちらが今の衛星画像、雲の様子なんですが、高気圧はこの辺に一つありまして、でここに、まあ、この辺りに大きく見て、低気圧ですね。まとまってきましたね。そうですね、はい、でこの低気圧がどんどん東に動き、高気圧が東に離れと、そして低気圧が東に動いてきますと、まあ、南から湿った風を持ってきますので、それにつれて梅雨前線もこういう感じで上がってくるということになります。はい、ということでこの後はまあ、天気は大きく見ると下り坂ということになってきます。はい、ただですね、まあ、低気圧の中心、そして梅雨前線、今のところちょっとパワーが弱くてですね、まあ、しっかりした前線というよりはこう点線並みということなので、あまり梅雨前線の影響はないんですけれども、この低気圧しっかりしていまして、低気圧の前面にですね、雲が広がっています。まあ、この辺薄雲ということになりますね。でこの辺雨雲です。でこの薄雲がもうですね、だん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 今日朝からもう九州にかかってきそうなんですが、西日本の方に広がってくるということになります。低気圧の前面にできている薄雲ということで、今日はハロとかもまた西日本見れるかなと思いますけれども、はい、チャンスですね、はい、チャンスですね、はい、見事に下り坂のサインということになるかと思います。なるほど、はい、まあ、この辺も注目していただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、そうなると今週と来週だいぶ変わってくるっていうのがポイントですね。そうですね、この低気圧がやってきてしまいますと、はい、なかなかその後は、天気が回復しなさそうということで、週間の予報も見ていただきますと、はい、お願いします。こんな感じになっていますね。はい、このように月曜日、週が明けた後は西から天気下り坂ということで、雨マークが出てきます。そして火曜日、こちらですね、火曜日になってきますと東の方までだんだん広がってきて、かなりゆっくりなんですけどね、雨雲の広がりというのがこんな感じで広がってくるわけですが、関東だと水曜日頃から雨ということになります。そしてこの雨ですね、だいたい3日ぐらいずつこう続いてしまう。そうですね、続きますね、うん、しかも前後も曇りですね。そうなんですね、この後ここ曇りマークなんですけれども、はい、ちょっと梅雨前線の動きが読み切れない、うん、ということで、この曇りですね、まあ、曇りで出していてこういうことを言うのもなんなんですけれども、はい、どうなるかよくわからないという状況です、うん、ブレ幅大きいということですね。そうですね、ブレ幅非常に大きいという状況です。もちろん雨が降ってしまうという可能性もあります。あると結構最悪に行くとかなり激しい大雨という可能性も考えられます。まあ、これ最悪のブレ幅ですけどね、はい、逆にいい方に行って梅雨前線がもっと南に下がるとね、沖縄は晴れマークになっていますけどね、逆に沖縄が悪くなって本州付近では、まあ、日差しも届くというようなブレ幅も出てくるということで、週後半はですね、ちょっとまだ天気読み切れていないということなので、ちょっとブレ幅が大きいことを見積もって皆さんには予報を確認していただきたいってことですよね。はい、そうですね、はい、わかりました、ありがとうございました。はい、ということで深夜の予報チェック、現在19分でございます。かなり長い時間確認しましたね。はい、サラダパンからカメラ、まあカメラですね。はい、まあ、理由を言うとカメラですね。はい、すごい涙が出てきました。私涙が流れてるのを確認しました。はい、ということで、まあ、ちょっと盛り上がっちゃいましたけれども、深夜の予報チェック確認していきました。さあ、じゃあマークでも見ていきますか。はい、こちら行きましょう。さあ、それでは失礼しました。全国の天気マーク見ていきますが、沖縄那覇、先ほど皆さんのコメントで見ると風向き現在東から北寄りという話がありましたね。また明日にかけて風向き注目ということになりますので、ぜひ
こちらの体感温度注目してみてください。そして今話にありましたが、太平洋側が若干曇りマークですね。この辺りも東京、名古屋、高知、鹿児島、この辺り曇りマーク優勢になってますが、こちらもですね、まだ高気圧が東に偏っているということによる影響ということで、場所によってはポツポツと弱い雨が降ると思いますので、空の変化お気をつけください。そしてその他は晴れるところ多いですが、札幌明日20度まで上がる予想ですね。お花見ちょっと札幌はもう散りかけてるところ多くなってはいますが、道北ですとかこの辺りはチャンスということになりそうです。あとですね、気温の注目は、西から東日本そんなに大きく変わりませんが、仙台など今日東北の太平洋側は気温が上がらなかったですね。ここに比べると明日は気温は上がるということになりそうです。さあ、そして週間予報もいきましょう。まずは西日本です。西日本方面ご覧いただきますと、注目はですね、週明け月曜日からの雨ですね。月曜日雨が降り出しまして、水曜日まで雨が降りますが、特に注目はこの高知県の大きな雨マークです。こちら低気圧と前線が近い太平洋側ですけれども、こちら大雨になる可能性が現在出てきています。特にこの火曜日水曜日の大きな雨マークの地域、雨の量がまとまる恐れが出てきてますので、こちらの雨の見解、最新の見解はぜひこまめにご確認ください。そして今予報センターから話がありましたが、こちらの曇りマークですね、今木金土とずらっと曇りマークになっていますけれども、この曇りマーク現在予報にブレ幅が非常に大きくなっているという曇りマークです。ですので、雨マークに変わる可能性もありますし、このように日差しが出てくるマークになる可能性もありますので、この週後半の天気マークに関しては、ぜひこまめにご確認いただきたいと思います。さあ、そして続いて札幌から名古屋行きましょう。さあ、こちらはですね、なんとか週明け月曜日は天気が持ちそうです。ただ気になるのが週中頃なんですけれども、西から降り出した雨、東海エリアでは火曜日、そして関東ですとか東北ですと水曜日から雨ということになりそうです。そしてこちらもブレ幅があるのが金曜日以降、週末にかけてということになりますので、こちらの予報はぜひこまめにご確認ください。洗濯はですね、こちらの地域は月曜日、そして西日本の皆さんは明日までがチャンスということになりますので、洗濯物はね、ぜひ計画的にお願いしたいなと思います。以上、深夜の予報チェック確認していきました。さあ、それでは続いてのコーナー行きましょう。チャッターの皆さんが主役のコーナーです。こちらのコーナーです。このリポートに届け思い。かわいいジングルですね。はい。さあ、このコーナーはどういうコーナーかと言いますと、皆さんから届いているリポートにですね、チャッターの皆さんが共感、ツッコミなどを書いていただく、そんなコーナーになっております。はい。現在223名チャットにいらっしゃいますので、そんな皆さんが主役のコーナーです。どうしよう、223個も拾えないね。はい、拾え、いつの間にか225に上がりました。はい、どんどん皆さんに拾って、もうスタッフ困るぐらいぜひ書き込みをお願いいたします。はい、もうガンガン出してもらいましょうね。さあ、じゃあですね、どんなリポートかと言いますと、こちらです。見ていきます。札幌市の豆さんのリポートいきましょう。さあ、それでは皆さんどうぞ。いいリポートですね。
とっても綺麗ですよね。はい、空にパンがいっぱいさあコメントが面白いですよ。石畳になったり羊になったり見てて飽きない雲たち、夕飯支度しないでずっと見ていたいなっていう、こんなリポートだったんです。わかります、その気持ち。夕飯支度しないでずっと見ていたいなと思いながら毎日夕飯の支度をしている方多いと思いますはい、わかりますよね。そうですね、はい。さあどんどん行きましょう。おー、いつの間か227名になりましたね。どんどん行きます。続いても素晴らしいリポートです。滋賀県高島市のマサさんのリポートです。行きましょう。あ、さっきのパン売ってそうな地域ですね、見ていきます爽快新緑のトンネル、まっすぐまっすぐ伸びる道、それだけでも気分は爽快になりますが、ここは緑のトンネルがどこまでも続く、爽快レベルは最高でした。滋賀県牧野の山の懐をしばらく走ると突然緑の木立が現れます。有名なメタセコイアの並木道、とても立派な並木なので生き生きとした新緑が空を覆い隠さんばかり。この時期ならではの新緑のトンネルを車で走り抜けるのもよし、ゆっくり歩いてもよし。暑いかなと思いきや風が結構心地よい。高原を吹き抜ける風に木々の葉が揺れ、さわさわと爽やかな音を立てています。しばし時を忘れる初夏の牧野高原です。これすごいですよね、素敵、いいですね、素晴らしい。本当にポスターですね。あー、ツーリングとかいいですね。はい、とってもいい場所だなと思って思わず紹介しちゃいましたけれども、はい、みんなでダッシュしますか みんなでダーッていいですね。私あのここに寝たいです。ここのあの道路の真ん中でバタンってやりたいやりたいけど、でも今車通ってないんでできそうじゃないですか。多分うまくやればできる瞬間ありますようん、やりたいけどこういうことやると怒られるんで、まあいい大人なんで私はい、あのまたいくつですかって聞かれちゃいそうなんでやめときますはいさあ続いていきましょう。続いてはこちらです。岩手県八幡平市といえばこちら、佐さんのリポートいきましょう。儚き霞桜、しかし雄大な岩手山をバックに堂々と咲き誇っていました。昨年から会いたかった桜です。来てよかった。本当にこれはもう絶景以外の何物でもないんですけども、素晴らしいですよね。そうです、一本桜非常に有名なんですけれども、こちらもねとっても綺麗ですね。私もここは一生に一回行きたいなって思います。あ、ここでも寝たいですねあれ、皆さん眠いですか？さすがにここでピンクのパジャマで寝れないですよねさすがにちょっとね、ここで寝巻きでは寝れないですね。はい、あの景観を崩します無駄にピンクなんで目立ちます。続いていきましょう。続いては北海道です。ローズパクトナッツさんのリポートです。いつものポイントはしばらく見に行けなかったので、満開で綺麗で癒されました。桜の甘い優しい匂いがしていましたよ。おー、開花、とうとうオホーツク海側でも開花がだいぶ進んできたということで、だいぶ先ですね。もう関東はすっかり桜の季節じゃなくなってますからね、まさに開花宣言いった感じですね。はい、さあそして続いては山口県行きましょう。宇部市銀河の風さんにいただきました。さあ最近増えてきましたこのリポート、潮干狩りです。今日も日差したっぷりの一日でした。
写真は昨日の潮干狩りリポートの時に採取したアサリ貝とサルボウ貝です。自然に感謝しバター焼きと味噌汁にしていただきます。いいですね、アサリ。うん、あ、そうだ、今日満月だから大潮ですもんね。皆さん何が好きですか、アサリ。アサリ味噌汁かな、パスタとかね、ボンゴレ、バター焼き、いいですね、いいですね。酒蒸し率めちゃくちゃ高いんですけど、酒蒸し美味しいですよね。確かに酒蒸し、誰か作ってください。酒蒸し食べたい。飲んでる方が多いかもしれませんね、今酒蒸しっておっしゃってる方は。はい、そうですよね、酒蒸し簡単に作れますしね、いいですね。はい、さあそして最後いきましょう。最後も素晴らしいです。埼玉県の秩父郡のこのこさんのリポート。最近秩父もこういうリポート非常に多いですね。はい、3ヘクタールですって、広すぎて収まりません。すごい、3ヘクタール。そう、鹿島カラーでいっぱいですけどね。ここでパジャマも目立たない。いや、多分ね、もうちょっとピンクじゃないとダメだと思います。もうちょっとこのピンクたちが多分たくさん入ってないとバレます。でもこれ上に乗ったら花折れちゃいますよね。ダメダメ、そういうことはやれない、やれないです。はい、皆さん妄想の世界でやってください。折れちゃいますこれやったらね。はい、はい、ということで先ほどまで書き込みがなかった方からもたくさんの書き込みがありますね。皆さんありがとうございます。はい、ということでチャッターの皆さんが主役のコーナーお送りいたしました。以上このリポートに届け思いでした。さあそれでは一旦インターバル挟みまして、来週のリポートのポイントを確認しつつフロムサーカーお送りしたいと思います。